ゆかの演技でした。機械の選手でラストが務められるんですから、中国は羨ましいですね。すごいですね、はい、さあもうすでに終わっています跳馬の、タチアナ・リセンコの跳馬の演技をご覧いただきましょう。さあこの選手はロンダートからの後方の宙返りで2回ひねりというすごい技を持っているんですけれども、今回披露してくれるでしょうか。はい、1回ひねりですね。やりましたね。まあ、1回ひねるのでも着地が大変なところ、もう1回さらにひねってるんですからね。あ、失礼しました、2回ひねってますね。はい、2回です、はい、失礼しました。まあ、ひねりの技術ですとか、はい、突き手からの後半の高さっていうのが非常に優れてるんでしょうね。ただ女子の場合と、まあ、点数も1回ひねりで着地を止めたよりも低くなってしまうという、まあ、不思議な現象なんですけれども、あり得るんですね。これはもう来年からは変わるわけですね。はい、もう、はい、案として出てますけれども、2回ひねりはやはり10点に、今度、ロンダートからの1回ひねりは多くの人がするようになって価値も下がってきたということで 9.9 ぐらいには下がるでしょうね。また2回ひねりました。これは綺麗に決まりました。これは綺麗ですね。素晴らしいですね、タチアナ・リセンコ。